久保さん、名言出ましたね。確かに。まあ、今回試合にしましょうか。まあ、確かにね、試合で負けたら試合終了っていうね、まあ、あれはまあ、いい言葉だとは思います。要は、諦めるやつに対して、響く言葉かなと思います。だけど、久保さんと僕みたいに、まあ、なんだろうな、まあ、ずっと続けてる人、要は別に諦めようが諦めないが、ビジネスはやらないといけないし、給料もらえないし、なんかやらないといけないっていうね。だからそういう極地に立ってる人は、別にあんまり響かないですよね。だけど、ほとんどの人が諦めるから、まあ、あの言葉を引用するんですけど、まあ、諦めない人から考えると、まあ、そうなりますよね。うん。まあ、いいトンチというか、まあ、裏側をしっかり、こう、力説していただいたんじゃないかなと思うんですけど、その、みんなやっぱり考えてないし、思考停止してるんでね。うん。そう、今度ね、僕 YouTube である動画を公開しようと思ってるんですけど、それは何かっていうと、まあ、聞くだけで、その、なんだ、お金持ちになれるみたいな動画をね、ちょっとアイディアが浮かんでね、ちょっといっぱい作ろうかなって、10本ぐらい作ろうかなと思ってるんですけど、聞くだけでお金が舞い降りるみたいな。で、結構再生が回ってるんですよ、これ系。で、ね、昔その、ラーニングエッジでも聞くだけで英語が覚えられるみたいなキャッチコピーがすげえ流行って売れましたけど、やっぱその思考停止している人に対してどう売るのか。思考停止している人が9割ですから、考えてない人が9割ですから、そこでどういう風にこう響かせるのかっていう、なんかその、まあこれもマーケティングっちゃマーケティングなのかもしれないですね。だから売れてる本とかも、要は買う人は思考停止してるわけですから、じゃあ思考停止してる人に対してどういうキャッチコピーを やると売れるのかって話で。うん、だからそのダイエット本とかも分かりやすいですよね。まあダイエット通販もそうですし、ダイエット関連の、前の久保さん面白いダイエットのね、これ超面白かったんですけど、これすごいですよ、このキャッチコピーが。うん、これ僕ね、この本の驚愕だったんですけど、そう。どれだっけな？あ、そう。その、痩せたいなんて一言も言ってないのに痩せた。痩せたいなんて一言も言ってないのに痩せた。ねじれ筋伸ばし。頑張るのはあなたではなくミトコンドリアですっていうね。これ10万部ぐらい売れたのかな。これも30万部か。3万部から出てるんですけど、これね、驚愕でしたね。ああ、すごいなと。頑張るのはあなたじゃないよと。ミトコンドリアですみたいなね。このコピーでもうまいなと思いましたね。痩せたいなんて一言も言ってないのに痩せた。ねじれ筋伸ばし。頑張るのはあなたではなくミトコンドリアです。うわと思いましたね。これだと。あ、なるほどね。みたいな。うん。すごいですよね。これがまあ売れるわけですよ。まあ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 、これ以外にもね、まあ、ダイエット本、ダイエット関連の、機材とかも全部そうなんですけど。うん、いや、お前頑張れよって話で。頑張ればええやん。いや、一言で、いや、ダイエットね、したいんだったら頑張ればいいじゃん。終わりですよ。そんなのは。そうじゃないですか。まあ、普通にぶっちゃけトークの本に出すんだったら、頑張って、あなたが痩せられない理由は頑張ってないだけです、みたいなね。そう。普通に頑張ればいいし、その飯食わなきゃいいしって話で。うん。その飯食うのを我慢するのを頑張ればいいだろうし、わかんないですけどね。その頑張り方は人それぞれだと思うんですけど、運動するんだったら運動を頑張ればいいだろうし、食事制限を頑張ればいいだろうし、もはやまあ、それがまあデフォルト、まあそれを普通にやってれば、頑張らなくても太らないし、頑張らなくても痩せない、現状維持ですよね。これはね、人それぞれのその、ステージというか、どういう状況なのかによって全然変わるんだけども、ほとんどの人はやっぱ、まあ、考えてないですよね。うん、だからまあこういうキャッチコピーが乱反するんだなと思いますし、だから僕は逆にそれを知ってるので、まあそれを使えるっていうのもあるんですけど、うん、まあ今回の久保さんのね、動画はね、非常に良かったなと思いますね。まあ多くの一般の人があまり理解はできないと思うんですけど、でもまあ事実なんて、だ僕もまたね、新しい動画をまたこれは別枠で撮るんですけど、今日公開するやつか。そう。お金僕嫌いなんですよ。そう、僕はお金が大嫌いですみたいな動画を撮ろうと思うんですけど、嫌いでも稼ぐんですよね。うん。なんかその本とかもね、まあよく僕もいろんな本とかいろんな話を聞いてきて、まあお金をね、こう好きにならないとダメだよとか、あと財布、長財布は、お金持ちはなぜ長財布が売れるのかみたいな本もいっぱい売れたと思うんですけど、まあお札をなんか綺麗にするとかね、お札をこうなんかするとかなんかいろいろあるじゃないですか。どうでもよくて、そう。まあそれは円滑ぎとしてね、まあ気分が良くなるとかね、ただその程度でやることやってないと金なんか稼げないですから。だから要はまあ原理原則があって、なんだろうな。種をまかなければ花は咲かないってことですね。単純に。で、その種を自分でまいてんのか、それとも人からその種が、人が種をまいた花をいただけるのかっていう、ただそれだけの違いですね。自分で種をまくのか、それとも他者がまいた種をいただけるのか、分け与えてくれるのかっていう、ただそれだけで、単純に自分で種まいて育てれば、その確率を上げられるわけですよ。で、他者からもらったものっていうのは、もうそれはラッキーパンチですよね。でもそのラッキーパンチも結局は、たどると、その人との関係性があるから、それを分け与えられてる。つまり、その人との出会いの種をまいてるってことですよね。わかります？だって、渋谷のスクランブル交差点でいきなり花もらえないですよね。渋谷のスクランブル交差点ですれ違った人にお金もらえないですよね。運もらえないですよ。運っていうのも自分でまいてるから運が来るだけだって、出会いもそうですよ。うん。だから誰かの紹介。じゃあ誰かの紹介も、その誰との関係性をまいたからですよね。わかります。だから結局、そういうことなんですよ。うん。結局全部が自分でやるってことです。やってるってことです。で、それを思考停止してる人にそういうなんか伝えるためには、なんかその、なんやろな、そういう表現の仕方をした方が、ああ、いいのかな、みたいなね。うん。なんかそういうふうに売れるって話してますよ。うん。まあ僕はまあいろいろ考えて自分でもうやってきて、まあある程度の到達点には達してますね。うん。答え的なところには。でもその答えはまた変わるかもしれないですけど。だから世の中にやっぱり2種類いて、うん。で、この2種類、まあ大きく分けると2種類で、で、9割9分はやっぱ、なんで2種類に分かれるかっていうと、経営してる人と雇われる人、もうこの関係でしかないじゃないですか、ほとんどがね。雇われる側と雇う側。もうこの関係性でしかないですよ。で、僕がラッキーだったのは、多くの人は雇われる側で人生を終えます。で、雇われる側も経験したし、雇う側も経験したし。うん。だからそこでなんか多分ね、他の人とは違う考え方というか、なんかいろいろと芽生えたっていう感じですね。両方体験できたっていう、両方の苦しみ、両方のメリット、デメリットを体験して、今に至ってるかなとは思いますけどね。でも久保さんもやっぱね、僕と同じ、久保さんがと僕同じ、同じ分が非常にありますからね。うん。はい。まあ試合は続きます。だから僕はね、自殺できる人をね、すごいなと思いますね。自分の意思で、まあ、その死をこう選べるってのは、僕はまあ、死ねないんですよね。だって死んだら楽じゃないですか。何も考えなくていいんで。どうですか？何も苦しも、何もないんですよ。死ねば。うん、でもなんかみんななんか、これもね、ちょっと受け取り方のレベルによってね、勘違いされる方がいるので、あんま話したくない部分はあるんですけど、僕は自分で死を選ぶっていうのはね、素晴らしいことって言ったらまたね、なんか伝わり方がまあちょっと微妙になるんで、あんまり声を大きく言えないんですけど、僕はすごいなとは思いますね。うん。だから僕はそのすごい人にはなれないので、自分で死を選べないんで、だからやるしかないんですよ。稼ぐしかないし、生きるしかないっていう。だからこれもなんだろうな、本当に死のうと思ってね、手首にカッターを入れた時に、カミソリやった時もあるわけですよ、僕はね、人生の中で。だから死ねなかったんで、死ねないんだったら生きるしかないってことですよね。そう。諦められないですよ。諦めて死のうと思ったけど死ねないんですよ。だから生きるしかないですよね。じゃあ生きるためには稼ぐしかないし、やるしかないしって話してね。いってらっしゃい。